皆さん、こんにちは、アシェでございます。今回は信長の野望シリーズ、不朽の名作、革新 PK をプレイしていくよ。野望シリーズで何が一番好きかと聞かれると、この革新か、創造かってところで迷う感じ。好みは人それぞれあると思うんだけれど、この革新、とにかく面白くて、定期的にどうしてもやりたくなっちゃう。今回、選んだシナリオは1582年の夢幻のごとく、織田信長も武田勝頼も生きている状況。そして、選んだ大名は真田昌幸。難易度は上級。他設定はほぼデフォルトで、架空姫出生をなしにしたくらい、歴史イベントはありにしたよ。なので、織田信長は本能寺で討ち死にしちゃう歴史。今回、真田家弟子なのに引きこもって遊ぼうと思ってるんだけど、もし、信長が死なず、今の勢力の状況のままで進めると、どうしようもない状況になると思われるのでありにしたよ。この革新は、1年前くらいに購入したスチーム版で、解像度をちょっといじって、カメラは目いっぱい引いてこんな感じ。解像度をより大きくするともっと広く見られるんだけど、6月号上、これでやっていくよ。真田家は現状、信濃一国を抑えていて、市城である海津城と、本城である上田城の2つの城がある状態。真田家をこの信濃一国で存続させながら、強くしていきたいというのが今回のテーマ。この革新で、強くしていくというのはどういうことかというと、これ、技術革新。技術を上げていくことなんだよね。パッと見てわかりにくいと思うんだけど、足軽とか騎馬とか弓とか、系統があって、右側の方の技術に向かって習得していくと、真田家という家がどんどん強くなっていく。これがね、習得していくと目に見えて強くなっていくので、楽しくて仕方がない。それで光ってる技術が現在の真田家が持っている技術。真田家はやはり築城の技術が少し伸びてるって感じ。ただ、この技術欄を埋めるには、その系統に応じて、高い適性を持った武将たちを集める必要があるということ。この点が、引きこもった場合非常に難しい。敵勢力を滅ぼして武将を獲得ってのをしないからね。あと、技術を得るには学者という施設を多く建てる必要があるんだよね。土地を利用して作るので、普通であれば領土を広げることで、学者を数多く建てることは難しくないんだけど、今回はそれを信濃一国という範囲の中でやっていこうという。すべての技術を得るのは到底無理だと思うんだけど、多くの技術を得る努力をして、真田家、めちゃ強くなったなぁ、という風に、将来、満足した気持ちになることを目的としてる。そして、もう一つやりたいことは、ここ、甲斐のツツジヶ崎館。ここに武田勝頼がいるんだけど、武田家は放っておくと、徳川と北条に攻められて、まず滅亡するんだよね。そこで、真田家は上田城を守りつつ、この主家である武田家をも守っていこうと考えてる。現在は真田家、この武田家とは5年間の同盟中、同盟の延長は、特産品を渡せば結構簡単にできるはずなので、おそらくだけど、延々と同盟は続けられる。なので、守るという体制は作れるけれども、この武田家、簡単に滅ぶというイメージなので、敵衆を確認するために、まめにこの富士山を眺める作業が必要と思ってる。上田城防衛も忙しいので、このミッションはかなり厳しい気がしてる。それでやはり、一番の脅威は上田城を攻めてくるこの織田家。この年、1582年か、来年になるのか。織田信長は明智光秀に撃たれる。時期はランダムなのでよくわからない。信長が存命時の攻撃は強力なので、その本能寺の変がいつ起こるのかも一つのポイントかも。ということで、動画を作るため、録画を始めてからは本番ということで、何が起こってもやり直さないという決意で始めていくよー。ということで、スタートを。まず最初、やることは、引き抜きガチャ。他勢力から優秀な武将を引き抜く作業を行う。これね、欲しいのは決まってて、この前田源氏なんだよね。知略と政治の能力が高く、なんと、内政の適性が A もある。今回の企画では特に絶対に欲しい武将。結構、この段階でいけたりする。しかし、今回はダメだったようだ、ガックし。というか、ここでダメなら前田源氏はもうダメって感じ。リセマラもしないよ。あとね、この革新は定期的に遊んでいると言っても、一人よがりで遊んできただけなので、おそらくシステムを深くわかっていないと思われる。この革新のクロートである真田人軍の方々から見ると、トンチンカンなことを言っていたりやっていたりすることが、ままあると思われるのでご了承いただきたい。
また、ご指摘、ご指導いただけると幸い。今、もともとあった職人町という技術を上げるための施設を壊して、まず、収入を上げる武家町を建設したよ。そして、正幸に探索をさせた、優秀な人材と金山を見つけるため、雪村には歩兵をさせた。それで、革新での真田家は沼田城じゃなく海津城があって、そこに最初、矢沢親子が配属されてる。真田家は上杉家とも同盟中なので、北側は安全、海津城は空になるけど、武将、兵、物資すべてを上田城に移すよ。そして、時間進行。この革新はいつでも時間を止めて命令ができるシステム。15年くらい前のゲームなので見栄えがどうなのかという心配があったけど、まだまだ、全然いい感じだと思った。これね、矢沢のおじきには水田や畑を作るために門前町を建設指示。一時期は、市をたくさん作って金収入を多くして、売買で兵糧を得るというのをやってたこともあったけど、門前町を建てると季節ごとに僧侶が来てくれる可能性が出てくるので、今回は門前町を多く建てて、坊主が来てくれる確率を上げたいと思ってる。多く作ったら確率が上がるのかどうか、分かっていないんだけどね。正幸が探索で山村義時を発見、東洋に成功、本来は木曽氏の家臣だね。正幸が帰ってきたので、前田源二が引き抜けるか試してみた。ダメだった。他中世百じゃなくて、目星い武将といえば、弓栄、平気栄の石川一政。引き抜けた経験はない。本来、徳川から謎の出奔をした武将なのに、来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだが。引き抜きはマネにチェックして、成果が出た時に報告することにしよう。内政は見えてる土地のスペースに施設を建てて進めていくので、内政をやってるという実感がある。今は奉行所というものを建設指示、特産品が手に入るやつ、奉行所からは金銭収入は増えない。施設を建てるためには金銭を使い、人材を増やせば俸禄で継続的に金銭を失う。そして、戦闘が始まれば恐ろしいほど兵糧が減っていく。今回は僧侶に来てほしくて、門前町を並べる予定なので、兵糧よりは金銭が大変なことになるかも。おーっと、金山を見つけてくれた、やったぜ。金山、たまに延々と出ない時あるよね。今完成したのは忍びの里の施設、敵契約を受けにくくしてくれるやつ。これは金銭収入を上げてくれる位置の建設指示。1582年の1月から始まって、今は3月。これが一周すると月が変わるので、もうすぐ4月。そろそろ、どこかが攻めてくるだろう時期。お、正幸が山村義勝を発見。先ほど登用した山村義時の子だね。あとこのゲーム、探索で見つけてくる武将とは別に、多くの浪人が流れてくるんだよね。そこもガチャ要素があって、たまにものすごく優秀な武将が流れてくることがある。山村義勝の登用に成功。これが今、信濃に来てる浪人。内政を早く進めるのには人は多く欲しいところ。ただ今回は、位置を多く立てない戦略なので、内政を早く進めるためにと人を雇いすぎて金銭が足りなくなり、施設が建てられなくなるという本末転倒なことになりかねない。浪人の能力を見ながら雇うかどうか決めようと思う。今の二人は将来的に両方とも欲しいという武将じゃなかった。だけど、今の内政用に一人雇っておいた。敵が、我が領内に向かって出陣。なんか来そうだなと思って、カメラを引いてたら来た。攻めてきたのは北条だね。北条綱重一部隊。綱重一部隊だけで全く怖くないので、内政を進めていく。門前町が完成してるので、そこに水田を建てる指示。そして、勝頼チェック。上田城の守りに夢中になってる時が一番危ない。来た来た、武田家からの交渉。こちらの築城系技術、宗門が欲しいとのこと。割りふという売買で兵糧などが安く買える技術と交換できるんだけど、今回は兵糧を買わない気がするので、価値が低いかも。金銭4000と安いんだけど交換しておいた。これは、上杉、交渉じゃなくて、美濃和城を攻撃してくれという、攻撃要請、行かないけど了解と返答しておいた。姉が麹家が織田に滅ぼされそう。そろそろ雪村を呼び戻しておかないと。諏訪頼忠を発見した模様、まだ金銭が安定していないのでいらないかも。夏、
6月になった。正幸と雪村が上田城に入った。砂茂に奇襲がしたかったけど、正幸曰く抵抗しないとのこと。次が我が領内に向かって出陣。おおっと、ここで北条の同盟相手徳川がこちらに向かってくるとのこと。技法などの計略は金銭を使うけど奇襲は使わないので、奇襲を成功させたいけど今回はダメなようだ。そして上田城に奇襲を弾かせると全ての命令が出せなくなるし、城兵の兵糧を消費し始めたりで大変。雪村と正幸をここで出陣させる。激励という部隊を強くするコマンドがあるんだけど、これは金500かかるのでここではもったいない。ここぞという時に使っていきたいところ。持たせる兵は敵戦法などを食らってもやられない程度。マップではちょっと見にくいので、ここで兵の減りなどを確認してる。徳川勢が上田城まで来るのにまだ時間はある。これはあえて、連携ミスだな。敵将捕らえたり。これ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 、これが重要。何かというと、敵将捕らえたりっていう報告があったことね。いかに捕獲するかが、経済を回すのに重要なんだよね。三国志14のように監視を置いて投用するというのはできないし、捕虜投用自体は難しいんだけど、返還交渉で金銭をもらうことができる。ここの諸勢力、戸隠州っていう忍者州が今は仲間なので、その影響で今の真田家は敵将の捕獲がしやすかったりする。さらにその戸隠し州の影響で、技法や奇襲などの計略も成功しやすい。二つの敵部隊を同時に相手にすると、こちらの兵も減るし、敵部隊に逃げられやすくもなるので、かっこ撃破するべく技法を仕掛けた。技法は、敵を出陣した城に退却させるという計略。技法を受けた敵は、しばらくすると計略だと気づき、再度、進軍を始める。もう一回だけ、忠勝に技法をかけようとするも、正幸曰く、うまくいかないとのこと。正幸の知略は今98なので、高い確率で正しい発言をしてくれる。河野家が長宗我部家に滅亡させられた模様。あ、ここで忠勝に技法いけるとのこと。ただ、正幸には別の仕事をさせたい。奉行所から得ている特産品がそろそろ溜まっている頃、そろそろ信濃にある諸勢力、善光寺との調整を行いたい。今はどっちの仕事も正幸しか成功しないみたいだ。善光寺は兵糧収入を 1.5 倍にしてくれるので、水田収入が入ってくる秋9月までに調停を結んでおきたい。金1万、6千相当を用意しろって言われるんだけど、信濃の特産品、硫黄で賄えるので大丈夫。姉が光寺家が織田家に滅ぼされたね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。あーっと、出陣したか。織田軍、秀吉と勝ってるじゃん。とりあえず徳川勢をなんとかしなくちゃ。お、雪村で忠勝の技法いけるじゃん。勝つよりチェックは重要。この回は奇襲は届かないけど技法は届くので、上田城で戦いながらもなんとか助けることができる可能性がある。あと、引き抜かれたくない武将の俸禄の加増をしとかなくちゃ。山村親子は何もしていないとまず引き抜かれる印象。もっとあげたいけど、そこまでお金を回せないというのが現状。おーおーっと、ここで本能寺イベント来たー。今、本能寺を明智勢が囲んだって報告で、ここからすぐ信長は撃たれる。本来では秀吉、この時期、備中高松城を水攻めしてるはずなんだけどな。これ、あれなんだよね、織田家が分裂すると秀吉の部隊は消える。岩村城には2万、3千ほどの兵しかなかったので、今回の織田軍の出陣は怖くはなく、イベントで助かったという感じでもない。徳川勢前方には奇襲を仕掛けたかったけど、どうやら成功しない模様。任せあれ。仕方がないので真田口で普通に出陣させた。行くぞ。あ、ここで、織田信長が本能寺で自害、織田家は分裂した。ここは、秀吉の部隊は消えて、細川藤田から2部隊2万になった。そして、これが本能寺の変後の勢力図。信長の後を継いだのは織田秀信。信長の嫡子である織田信忠の子だね。この時3歳で幼名は三法師。本来では羽柴秀吉に担がれて、結局実権を奪われてしまう。だけど、革新のこのシナリオの織田秀信の勢力はまだまだ強くて、明智も羽柴も柴田も飲み込んでしまう勢いの強さがあるんだよね。ここからの展開の理想としては、
この織田でも島津でも伊達でもどこでもいいんだけど、日の元を席巻して一大勢力になったところと、強くなった真田家が上田城で一大決戦をするという流れなんだけれども、果たしてどんな感じになるのだろうか。ということで今回はここまで。では、またねー。